暴力丸は、かつて、大阪商船が所有し運航していた、貨客船である。大阪商船の大阪大連専用として建造され、実際に航路に就航した船としては、最後の船であった。太平洋戦争中は、船舶運営会管理下で、貨客船としてのほか、陸軍及び海軍の配当船としても行動した。連合国側からは、いわゆる、 ヘルシップの一石として認知されている。黒竜岩急下客船の二番船として、三菱長崎造船所で建造された。当初予定されていた船名は、松原井にちなんだ、昇華丸であったが、後に、王力丸に改められた。1936年12月5日に寄港し、1937年4月27日に、浸水式を迎える。しかし、 その浸水式当日に、ハプニングが起こる。式は昼頃に予定されており、そのための点検が朝から行われていた。しかし、船体の滑り止めの役割を果たすトリガーの試験中に、突然船体が滑走を始め、そのまま海に浮かんでしまった。このハプニングを受け、長崎造船所側は副長を旅館に宿泊中の、大阪商船、村田商造社長の下には美に行かせたが、 これに対し村田は、そりゃよかった。怪我人はないか、母体を出るのが待ちきれずお産が早かったのだから、おめでたいことではないかと言って、事故を不問とした。春工は、昭和12年9月30日である。大連航路の最新鋭船として、内装も華麗を極め、秋草模様のエッチングガラスなどで装飾されていた。後の月日に、公開のため神戸港を出港し、 以降12日間隔で就航。王力丸の就航で、大連航路全体の就航線は10席を数え、月間25回の定期航海を行うようになった。しかし、この時にはすでに日中戦争が勃発しており、徴用船が出た影響で、航路就航線が5席に減少。南満州鉄道系の大連機船からの要線の、か、アルゼンチナ丸や、報告丸、最高丸、 リオデジャネロマルなど、世界情勢の影響による、遠洋航路からの撤退線を大量に投入して、航路の維持を図った。それでも、戦乱の影響は止まらず、1942年、初頭の時点では、王力丸を含む五隻十一航海の規模で定期を維持するのが、やっとの状態だった。昭和17年4月の船舶運営解説率を機に、 翌5月に航路そのものを船舶運営会に移管。以降も1943年7月頃までは大連航路に就航したが、当時の使用船は、王力丸と大連丸だけで赤日の賑やかさはなかった。8月からは台湾航路に転じて、神戸とキールン間に就航したが、道中は解剖艦など、艦艇の護衛がついて物々しい航海となった。 海軍配当船に指定された正確な時期は定かではないが、1944年2月の時点では海軍配当船に指定されており、台湾航路で兵器や自民輸送にも任じていた。1943年10月25日、王力丸は、下脚船、富士丸及び鴨丸と共に、マレー八船団を編成し、駆逐艦、潮風への護衛により、 キールンを出港して、日本本土へ向かう。しかし、10月27日未明に、北緯28度25分統計130度02分、北緯28.417度統計130.033度、28.417130.033の、奄美大島卒高崎東大西方海域で、アメリカの潜水艦グレーバックとシャードの2隻に発見された。 0時27分、カモマルに、シャードからの魚雷が1本命中し、カモマルは沈没を防ぐべく応急修理の上、22時30分、頃に、修理のため奄美大島九シ湾に座礁した。ついで6時20分、カモマルから脱出した乗船車の収容作業を行う、ため停止していた、フジマルの後部にグレーバックからの魚雷が2本命中し、フジマルは6時45分に沈没した。 戦乱中唯一健在の王力丸は、藤丸遭難者の救助を行った後一旦被退し、潮風はそのまま救助を続行した。王力丸が進路を戻して航行中の12時25分に、グレーバックの射程内に入り、魚雷が一本命中したが幸いにして不発に終わった。ものの、潮風は救助を中止。10月28日に二隻は、文字に入港した。 1944年4月下旬からは、新潟と夏の間航路に展示、7月12日まで就航する。7月12日付で、陸軍配当船となり、8月10日、イマリワン出港の日71船団に加入して、南に下る。マコーで日71船団と離れて、キールに向かい、8月18日に到着。翌19日に、陸軍配当船を解除され、 9月から10月下旬にかけては台湾航路に戻り10月4日と12日、13日に空襲に遭いながらも一往復半の航海を行った11月の大半を文字、宇治名と富山間での第10師団及び第23師団からの不評連隊の輸送に費やしたあと11月25日文字執行の日83戦団に加入11月30日に 高尾到着後編成替えが行われ、王力丸は、同じく第10師団及び、第23師団の将兵を乗せた、輸送船と共に、玉35船団を編成し、12月5日に、高尾を出港して、敵襲を避けるべく島陰に隠れたり、疑惑航路を進みながら12月11日に無傷で、マニラに入港した。玉35船団の加入船のうち、 王力丸のみは日本への帰還命令を受ける。すでに、レーテ島の戦いも大勢が決し、アメリカ第38任務部隊や第7艦隊も、依然ルソン島近海で行動して、これに対し陸海軍の特攻隊が、連日のように突入を繰り返している状況だった。王力丸は、最後の引き上げ船として、ルソン島から引き上げる、日本人、遭難船員。 そして約1600名の捕虜を合わせて、およそ3500名を乗せ、駆逐艦、桃及び苦戦艇に護衛されて12月13日夕国にマニラを出港する。慌ただしい出港で、石炭庫内の石炭を鳴らさないまま出港したため、船体が左に傾いた状態だった。王力丸は、マニラ郊外で一晩過ごした後、翌12月14日から航行を再開する。しかし、 高校再開から4時間後に、第38任務部隊の艦載機が飛来し、重爆撃を繰り返す。当時の、王力丸は砲3門と、機銃12機を装備し、12月14日の攻撃では、8機撃墜、4機撃破の戦火を報じる。12月15日も、空母砲ネット艦載機の空襲を受け、ついに被弾。被弾によって火災が発生するが、乗組員、 高砂五二遊隊など商兵及び捕虜が協力して消火に努めるも石炭の変始めに加えて被弾による浸水により大きく傾いた王力丸はスービックワン内オロンガポに退避して捕虜や便乗車などを上陸させた上陸した乗組員などが見守る中王力丸は火に包まれた末に16時15分に横転してついに沈没していった王力丸がいわゆる 地獄船として認識されるようになったゆえんはおおよそ以下の通りである。沈没時、王力丸には日本人乗船者のほかに1619名あるいは1622名の連合軍兵士などの捕虜が乗船していた。内訳は以下の通りであった。それより、さきのレーテ島の戦いが始まった頃、これまでカバナちゃんとダバオにいた捕虜及び抑留者が 日本への最終輸送を目的として、モンティン・ルパのニュービリビット刑務所に集合させられた。最終的に日本へ輸送する段階になった時、捕虜らは長時間かけて徒歩によりビリビットからマニラに移動する。人を不良収容所本所所長、第14方面軍兵艦官として、捕虜の処置に関わっていた、甲子翼陸軍中将は、後に、 マニラ軍事法廷で徒歩で移動させたことを認めているが、一部はトラックで輸送したことも証言している。長期の徒歩による連行の末にマニラに到着した捕虜らは、マニラ港第73橋から王力丸に乗船した。この由来から、マニラ港第73橋は、ミリオンダラーピアとの俗称が付けられた。空襲を受け炎上する王力丸捕虜は、第一戦争に、 約600名、第二戦争に200名、そして第三戦争には約800名が収容された。戦争内は雑寝で寝るようになっている以外は何も、設備はなく、トイレは使用は自由だったものの、その場所は戦争内ではなく甲板であった。捕虜の船倉への移動に対しては、都市の順座部を陸軍大位式下の30名、内市40名の警備兵を当てた。 捕虜として乗船した人物の証言では、乗船官僚と同時に船倉にあるハッチの扉が閉められたため、戦争内では便所がない状態となり、4個のバケツで代用したが、1時間後には排泄物で埋まってしまったという。都市の隊員はまた、高中城から捕虜に適度な運動をさせたり甲板を移動できる措置を与えるよう命令を出されていた。 この状態のまま12月13日有国にマニラを出港して郊外で一を明かすこととなるが、過度の密集状態の末、夜が明けるまでに早くも一部の捕虜の中から窒息死や圧死で命を落とす者が50名ばかり現れた。高中城も彼らの状態は決して楽と言える状態でないことに気づいていたようであったが、評論家で高中城の評伝。 公子翼中将の処刑を執筆し、自身もアメリカ軍による捕虜輸送経験のある山本七平兵は捕虜を船倉に押し込めることについて、日本側の通常の軍隊輸送船は愚か、アメリカ軍による捕虜輸送船も同じようなものであったと回想し、砂漠側が船倉のことにこだわったのは自分たちの基準で測ったからとしている。翌12月14日未明に航行を再開した。 王力丸は前日のように、第38任務部隊艦載機の猛攻により、沈没した。左演、吉尾の調査によれば、王力丸空襲時の死者492人オロンガッポ、大気中の死者10人サンフェルナンドでの殺害15人、台湾到着までの死者8人、河野浦丸空襲時の死者400人、文字到着までの死者75人となっている。また、都市の大尉の手記によれば、 王力丸からの捕虜退去中に激しい空襲を受けた際、捕虜が乗船中であることを示そうと、シーツで甲板に PW の文字を書いたが爆撃と、機銃走者は続き、捕虜と共に大声を上げて手を振るなどするうちに、関西機のうちの一機が気づいて、翼で両機に対して合図を送り、これによりようやく王力丸への攻撃が止んだ。待機場所のオロンガポには、 陸軍部隊が不在で海軍部隊と交渉を重ねて若干の米と塩を尺用し炊事が空襲で妨害されるためやむを得ず性の状態で捕虜に支給したという。非72戦団における輸送船洛陽丸やまた30戦団における輸送船有山丸での事例とは異なり、王力丸からは多くの捕虜が脱出に成功したが脱出した捕虜の前途には 数々の苦難が待ち受けていた。ブラジルガンと同系の第一大まる捕虜を含む生存者は、オロンガポの海軍基地内にあったテニスコートに数日間収容された。オロンガポに待機中、捕虜は救護品を与えられたものの不衛生な状態に置かれ、また、度重なる虐待により命を落とす者も,も現れた。やがて、捕虜一行はサンフェルナンドに連れて行かれ、 その中の衰弱したり負傷した15名の捕虜はマニラで治療させるという名目でトラックに押し込められた後移送されることになっていた。しかし実際には15名はサンフェルナンド郊外で残首されており近辺の集団墓地に投棄されていたことが明らかになった。残りの捕虜は12月24日から25日にかけて15両ばかりの貨車で北サンフェルナンドに移送された。 1000名を超える捕虜は2隻の日本の輸送船、河野浦丸とブラジルガンに収容される。当初はブラジルガンだけで北サンフェルナンドからの輸送を行う予定であったが、後に河野浦丸が追加された。2隻に分譲した捕虜は高尾に移された後、同地で1945年を迎えた。捕虜のうち、イギリス人とオランダ人のグループがブラジルガンから、 甲の裏丸に移されたが、後には他の捕虜も全員甲の裏丸に移されることとなった。その間にも捕虜の死亡は相次ぎ、1月1日から4日までの間にブラジルガンで5名、甲の裏丸で4名の捕虜が亡くなり、1月6日にもブラジルガン乗船中の捕虜のうち10名が亡くなった。1月9日に 高野の浦丸が高校内で空襲により被弾した際に少なくとも252名が死亡した。残りの捕虜890名のうち450名は、ブラジルガによって日本に送られて1月29日に文字に到着して、九州、朝鮮半島、満州に分散され、3ヶ月以内に100名以上が、極死。一説には、福岡県内の5つの捕虜収容所で500名。 以上が国死したとされた。残りは台湾に取り残されたままとなった。王力丸に収容された捕虜は12月13日時点で1600名、あまりいたものの終戦時には約400名にまで減り、1945年8月から9月にかけて九州、朝鮮、満州及び台湾の各収容所から解放されていった。マニラ軍事法廷での高中条一連の 捕虜虐待は、連合国軍により BC 級戦犯事件として、裁かれた。甲虫城は、マニラ軍事法廷で起訴され、王力丸撃沈時の捕虜60名に対する虐殺、虐待の素因につき有罪判決が下り、公主刑に処せられた。現場責任者の都市の隊員も、王力丸への空襲から文字到着までの一連の虐待行為について、 横浜軍事法廷で起訴され、判決では大部分の素因につき無罪となったものの、サンフェルナンドでの16名の捕虜殺害につき有罪と認定され、死刑が宣告された。都市のと共に、サンフェルナンドでの虐殺に加担した和田通訳も処罰された。和田は捕虜に十分な食料、水及び医療を施すことを上司の圧力によって無視し、 結果的に多数の捕虜を死にたらしめたことが有罪となった。和田は裁判で重労働の刑を言い渡され、その他捕虜の警戒に当たっていた高砂義勇隊の兵も懲役刑に処せられた。船長とされたものに関しては残虐行為を防ぐための機会がなかったとして無罪となった。佐縁義雄によれば、横浜軍事法廷では、遠の意確認が、 王力丸関係で起訴されたうち、死刑二人、終身刑一人、有期刑三人、無罪三人となっている。都市のは1948年8月21日に、菅もプリズンで、公主刑に処された。山本は、王力丸の一件が、公中城をめぐる裁判において、検察側、弁護側の公防戦の中心になったと見ている。1952年11月11日、 アメリカ軍によって、オロンガポー市に、王力丸の88式7センチメートルや先行射砲を再利用したヘルシップ慰霊碑が設立された。慰霊碑には英語による詳細な説明が書かれているが、王力丸は、おりコ丸と誤った読みで紹介されている。英文版及び、夜間では12月15日、王力丸 P37 及び、チャプター6、1944。 ザオフィシャルクロノロジーオブザ U.S. ネイビー in World O2 Hyper Hour 2012年6月15日閲覧。では12月16日となっている。次級のチクシマル級下客船は、チクシマルは完成と同時に特設潜水母艦として運用され、何は丸は建造中止となった。第一次世界大戦中から戦後にかけて、 川崎造船所で大量建造された第一大福、丸型貨物船の一隻横浜軍事法廷での、審理は、王力高丸と誤った船名で進められている。英文版では、シュスクワダ、漢字表記不詳。英文版では、新加寺山としているが、実際の、王力丸船長である、矢島三木造は戦死している。ありがとうございます。